ご紹介にありましたように、私は阪大となかなか関係が深まりまして、これも偶然ですが、もともと私は東京で生まれて、福井県の福井市で、少年時代を送った、そういうものでありまして、関西とは直接関係がなかったんですけど、偶然のことでだんだんと関わりができました。で、そのことからまたこれからお話をしてまいりたいと思います。これまでもさっきのご紹介にありましたように、ここに、長い間、阪大とご役会になりまして、こういう講演を前にやったこともあります。大体、物理学に関係するような話をしたんですけど、今回もまた、それと似たようなことになりますが、もともと我々、私は物理学者ですから、それが話すのが一番優しいんですけど、少し趣を変えて、物理学そのものではなくて、ただ物理学に関係のある、つまりそれより元の我々がなぜ物理学をやるか、なぜ物理学が理解できるかと、あるいはどういうことが我々、私の、生涯の中に起こってきて、それがどういうふうに私に影響を与えたか、そういうことに関して、雑談みたいになりますけれども、お話したいと思います。それで私が関西と関係ができたのは実は戦争のためです。戦時代に私は戦争が始まった頃に、大学を出まして早速軍隊に入隊して、それでその軍隊に入隊してしばらくしてから、私は宝塚にレーダーの軍事陸軍の研究所ができまして、そこに移ったわけです。で、それが関西との関わりの始めだして、で、その頃レーダーの研究をやるためには大学の先生方にもいろいろ指導していただくなる。それで阪大の先生方も来ていただいて、嘱託として、研究所に来ていただいて、そういうことで私は阪大の先生とも親しくなりました。で、その頃はまだ学生を出た、大学を出たばかりで、ほんのチンピラでしたけど、で、先生は前田先生が、今これからお話しますけど、その先生方が私を呼んで、私は軍人で、結局聞かせてから、南部中尉殿、先生が私に言うわけですよね。だから大変手助けしたかったけれども、私はそういう関係で先生と同等でお話をできるようなことになりました。それから私は間もなくアメリカに移りまして、アメリカに5、60年住んだことになっているんですけども、私がシカゴ大学を引退してから結局また関西に戻りまして、今豊永に住んでおります。で、これからも500円になろうと思います。それで前にも言いましたようにね、何回もこんな話をしたんで、ずっと私は同じことを繰り返すのは好きじゃないんですけども、先生というものは毎年同じことを繰り返さなければならないと、ただ聞いてる人は毎年変わるわけですけど、だからまあこれはしょうがないから、今回も皆さんに、新しい皆さんだと思いますけど、まあ大体物理関係にあることをお話しようと思っております。そこで今回ですね、私はまあ今回、シカゴを離れて豊中に移ってからもう数年、5、6年になりますけれども、だんだんと気がついたことがあります。それは日本がどれだけ変わったかというより、私が青年時代と比べてものすごく変わってしまったということがあります。ですからそのことを皆さんにお話ししたいと思うんですけども、それがまあテーマ、大体の目的のテーマで、で現在は何と言いましても、何と言いますか、テクノロジーの時代で、新しいテクノロジーが次から次と生まれる、それから情報の時代というものですから、新しい情報が次から次に出て、それを皆さんが何とか
いつでも次から次へと吸収しなくちゃいけない。大変忙しい時代になってしまいます。まあ、一口で言うと、日本が非常に平和な時代になったということですね。で、平和な時代になってくると、人間はこういう状態がいつまでも続くと思ってしまう。ところが私のように過去を知っている人は、いかに日本が変わってしまったかということを非常に、まあ、強く感じるわけで、そういう過去を知るということは、また将来もまた変わるんじゃないかと、そういうことを覚悟しなくちゃいけないと。そのために昔の歴史を知るということは、皆さんにとっても大変大事なことだと私は思います。この間も気がついたんですけど、実はその非常に若い人たちでは、日本がアメリカと戦争したということもすら知らない人があるというのは驚きました。それで私もそれを、そういうことを頭に入れて、これからのお話を進めたいと思います。で、まずですね、物理を私が選んだかということですけども、これはもちろん本人の好き嫌いでありまして、今そこにあのお渡ししているです、ね、マンフレットですね、それとはここにあるのとは少し違うかもしれませんし、もちろん間違っているところがありましたので、それは後でまたその通りにお話します。で、私はもちろんその科学、サイエンスが好きだっていうのは子供の時からないで、それはまあ、わかりますけども、ね。で、私の、例えば少年時代、小学生時代、私の英雄というんですか、それはトマス・エジソン、いわゆる発明王と言われたアメリカの人です、ね。エジソンは私が、アメリカに最初に行った時に、プリンストンという東海岸の大学町ですけど、その近くにエジソンの研究所というのがありまして、彼がそこで働いて研究所を作ったわけです。で、発明王という名前がついていて、私はそういうことが好きだったわけです。つまり何か新しいことを作ってみようということに非常に興味を持っている。しかし他にいろんな興味もあったわけで、例えば数学、文学、哲学とか、そういうまあいろんなことに興味はあったわけですけども、結局、物理が私に一番あったことだと思って、大学に入る前に物理学から行くことに決めたわけですよ。で、その時に特に影響を受けたのは、湯川秀樹と、ご存知でしょうけれども、京都大学が出て、最初にノーベル賞をもらった人ですけど、日本人として。で、それも、その湯川の理論というのが、世界的に認められて、大きな影響を与えて、ショックを与えて。それで、それが私のちょうど大学時代ですけど、いや、高校時代だったと思いますけど、それに習って私、影響を受けたということは確かです。それから、何かというと、物理学というのは自然の根本法則であると。まあ、根本、自然といっても、いわゆる生命現象はまた別ですけれども、それ以外の自然現象、それの根本の原則であるということは、だから、そういうことで、まあ、魅力があったと。そして、私も言われると、例えば数学と比べて、完全な抽象的なことではなくて、必ず何かものを相手にしていると、自然界の。そういうことに私が興味があったわけです。それからもう一つ大事なことですけど、私は記憶力が非常に弱いって言うんですか、昔から。生まれつきですね。すぐ忘れてしまう。だから、物理学のっていうのは、根本法則だけを覚えていれば、これからですが、それから何でも自分で計算して頭の中からあるいは紙で書いて他のことを何でも説明理解できると、そういうことで魅力があったわけです。例えば私はその昔大学時代ですか、有機化学の
危険があったと。前の晩に一生懸命いろんな化学方程式を、化学式を頭に詰め込むんです。それで今翌日試験があると早速、まあ、何とかやりますけど、試験のが終わって出てくると今まで覚えたことをすっかり忘れてしまうと、まあ、そういう人間だったわけですね。だから私は、覚えることが少なくて、あとは何でも自分でそれから答えを出してくるということに非常に、まあ、何ですか、安心感というんですか、魅力があった。そこでその学者というものがありますけど、まずその学ここにありましたように、学者というのはいろいろタイプがある。学者と一口に言ってもタイプがあると。例えば我々がテレビでなんかにすると、専門家の意見はどうだとか、つまり特別の分野に何でもいろいろことを知っている。まずはスペシャリストですね。それから東洋的な考えですけど、赤学という、つまり、ものをよく知って、学問が深いと言われているもの。つまり、何でもいろんなことを、特別なことであるとかで、例えば、昔の誰が何をどう言ったとか、ま、たそういう線がですね、そういう意味の学者でもある。それからもう一つはですね、近頃のサイエンスの中にはいわゆる発明家、あるいは発見家、新しいことを発見すると。発明ことを発明する。インベンションとか、それからディスカバラーとか、そういう意味の学者もあります。それで、まあ、ここで、私が今次にお話したいのは、大阪大学でと関係のある過去の物理学者はどういう人かと。その時の物理学者というのは、最後の一番後の意味で、つまり新しいことを発見したとか、新しいものを発明したとか、そういう意味で、例えば、一つですけど、それを申し上げます。最初に言ったのは、長岡半太郎先生。これは20世紀の初め頃に、初めて物質は原子と、原子でできていると、そういう考えが出てきまして、その時に原子がどういうものか、原子が陽子と電子での集まったものであるということは分かっていますけど、それがどういうふうにその陽子と原子が組み合わされているか、それということは、つまりモデルを作って、まだこういうものであるという考えをいろいろな人が出したわけです。で、その一つとして、長岡半太郎先生は、ドイツに留学していたときに、一つの長岡のモデルというものを提唱しました。それは今の太陽系みたいなもので、この中に、重い陽子というのがあって、その周りを電子がぐるぐる一定の軌道で回っていると。そういうモデルです。これに反して、例えば、電子の雲が一個にあって、その中にぽつぽつと、原子がその中にこう存在しているという、そういうモデルもありまして、まあ、いろいろな考えがあったの。それで後になって1930年ですか、大阪大学が初めて設立されたときに、その長岡半太郎先生は初代の総長になった、まあ、そういう意味です。で、さっき言いましたいろんな模型がモデルがあったというんだけど、例えば今言ったように、雲のようにガスのように固まっていってちょっと待ってて、でそれが今の 大問題になってあって、その頃の大問題で大体そういうものを作るって、目に見えないものが本当にあると考えるというか、もうそれが問題だったですね。まずそれから問題だった。そんなものを考えるのは、これは、人間の頭だけで知らない、実際にそんなものがあるかどうか
ということすら問題に、まず問題になったわけです。で、これはまた後から渡します。その次に、八木秀治という先生が、これは発明家です。いわゆる八木アンテナというものを発明した。八木アンテナというのは今でも使われている屋根の上にこう線がこう並んで、そしてある方向を向いていると。それでこれくらいの大きさのもので、これくらいの波長の電波を受けて、例えば FM ラジオの電波ぐらいをこれ受けるためのアンテナですが、それを発明したのが八木秀治先生です。で、これも余談になりますけど、戦争中にヤギアンテナというのは、実は日本の 軍隊は何も知らなかった。ところが、戦争中にシンガポールに日本軍が行って、そこでイギリスの軍隊の使っていた、ものを見つけて、でそのマニュアルを見ると、ヤギアンテナという名前でこれが書いてあったと。そういうことがありまして、で我々が戦争に始まった時も、それから早速そのヤギアンテナを作って電波の研究実験なんかを私自身もやりました。それがヤギアンテナ。それからその次に岡部健次郎という先生も同じ頃ですけども、マグネトロンという新興化を発明して、ちょうどそれくらいの波長の電波を出すための真空管、それを発明したわけです。で、私もこの2つのことですね、ヤギアンテナと、それから岡部さんのマグネトロンと、その両方を使って、私は軍隊でレーダーの研究所で、それを使っていろんな実験をしたり、研究をしたりと、そういう思い出があります。それから最後に湯川秀樹、これはさっき申しましたけど、理論的に、パイ中間子というものが電子と、原子の陽子とか中性子の間に、あって、それが陽子中性子をつけていろんな種類の元素ができてくると、そういう考えを発表したわけで、これも実は後で申しますけど画期的なもので、今までの先入観念とは非常に反対のものだったんですけど、でそれをまた同じ発想でいます。で、私の今のように、湯川先生というのは、いわゆる素粒子論というものの元祖だと私は考えております。それで湯川先生の考えで、研究というのはどういうものかと。どういうふうに発展するか、それのいわゆる先駆けをやった人だと思っております。例えばそれから物理学に思ったんですけど、では物理学って一体どういうものかと。で、今回は私も物理学の内容をお話しするわけではありません。ただ、どういうものかという一般的な概念でして、なぜ物理学というのを我々が理解できるか、そういう問題から始めて、少し理屈そうなりますかもしれませんけど、そういうもっと一般的な話をこれから進めたと思います。それで、私は思い出すんですけども、戦後間もなくですけども、日本のある評論家が、言ったことがあります。聞いて、本で読んだことがありますけど、それが非常に印象に残っているので、これちょっと書きます。というのはですね、彼が言うには、中国では昔、2000年かよく覚えてませんけど、すでに日食をいつ起きるかが一応か予言するための経験法則をもうすでに知られていたらしい。それは驚くことですね。だけれども、それではなぜ物理学に発展しなかったかと、そういう質問は何かあるわけです。それと同じように、また日本の場合でもしても、例えば夜空の月を見ると、
そうすると昔の人は月を見て歌を読んだり、あるいは、絵を描いたりして、そういうことはあるけれども、ではなぜ月が動いているか、そういう質問を考えたこともなかったはずです。ところが現在はもちろん我々は物理学を知っているし、そういう考え方に実際に大きな貢献をしています。で、じゃあそれはなぜでしょうか。そういう問題があります。で、これはまあこれから皆さんが自分で考えて、皆さんの、なりに何か考えていただきたいという思うことです。で、さっき言われたように物理学というのは非常にまあ、あるいは簡単なもので、法則というのは少ないわけで、で、どういうものが根本的にあるかというと、非常に簡単なものと、ここに書いてあるわけで、いわゆるニュートンという人は、イギリスの人は、17世紀で、いわゆる物理学の元祖と言ってもいい人で、で、それから200年間、その物理学の力学というものを検証して、正しいかどうか、月の運動はどうか、天体の運動がどうかと、いろんなことを、検証して、正しいということを、まあ、検証できたわけですけど、特別に新しい部門はなかった。で、200年経ってから19歳になりまして、電磁気の現象というのを、どういうものかって、電磁気の現象が発見されて、電磁気の方程式というものができた。これがマックスウェルの方程式というもの。それから20世紀に入ると今度は量子力学という、まあ、全然ニュートン力学と変わって今までの力学と変わったものがあって、その量子力学というものでやって原子の運動が規定されていると、そういうことになるわけです。で、同時に20世紀の後まもなく今度は相対論、宇宙論というものがアインシュタインによって唱えられて、それで大体の物理学は今現代の物理学が完成したわけです。で、この下にこういう、絵がありますけど、これがこのここに書いてある人たちの肖像です。で、最後のアインシュタインの肖像ですね。これは私が撮ったわけで、プリンストンにアインシュタインが住んでいまして、彼の家の近所に住んでいましたね。それで彼がいつも、研究所に出かけるときには、研究所のバスが出まして、それにみんな便乗していくわけで、それが私がすでにバスに乗っているときにアインシュタインがやってきて一緒に同乗しようと、そういうため時に私がパチッと撮ったわけです。で、物理学の基本法則と今言いましたので、非常に簡単で数が少ないと、これだけ覚えていれば、十分だということを示すために、ここにただ数式で書きまして、これは数式だけですから、これだけでは皆さん何もわからないかもしれないけど、これだけ知っていれば何でもわかると、原理的にわかると。ただ、自分でコツコツ計算すればいいと。他の何でも出てくるということです。それで、この方式以外に、例えば自然界には基本定数、いわゆるコンスタント、いわゆる数、いろんな数がありますけど、それももちろん覚えないと実際には、実際の物理には応用できないわけですけど、これも少し少ないわけで、基本定数という数は非常に少ないわけですけど、そういう定数の代わりに実は私の我々が今の日常生活に直接関係のある、定数、これを覚えていれば、それから何とかしていろんなものを何でも計算できるということを言いたいと思います。それが私にとって大変な魅力です。で、ここで言っているように、エネルギーの、いや、光の速度は何か、エネルギーのいろんな単位、例えば温度1度というのは、
エネルギーにしたらどれくらい、他の単位に、エネルギーの単位にしたらどれくらいか、そういうことを知らないと困る。実際の問題で困ると。それから原子の大きさはどれくらいなのか、センチメートにしたらどれくらいなのか、地球の大きさはどれくらいなのか、太陽と地球の距離はどれくらいなのか、重力の加速度は地上でどれくらいなのか、それからもう一つ、微細構造定数ってのがありますが、これも有名な数でして、例えば円周率のように、ただの数です。円周率は 3.1416 か、それくらいですけど、微細構造定数っていうのは137分の1と、そういう不思議な数が生態界にあります。で、こういうものがあれば、他のいろんなものの計算に何とかしてできるということが私の言いたいことです。例えば、そうですね、例えばですね、非常に簡単なこと、例えばです、それは。この頃電力を消費を少なくして節約しなくなる話がありますけど、それでは電力を使うとやめて太陽の光から直接エネルギーをもらって、そのためにもちろんこのパネルがあって相当な面積の広いところで光を集めなくなると、それでは一軒の人が毎日消費するだけの電力に相当するものを太陽熱から取るためにはどれだけの面積がいるか、あるいは日本の経済を動かすためには全部を電力で動かすためにどれだけの面積が必要であるか、そういう問題がありますけど、それはこの今言ったそのいろんな覚えるべき自然のその定数と、それから我々の常識と、それを組み合わせれば何とか計算できる。何も人から聞かなくても自分で計算できて、大体これくらいだということが分かるということが言えます。で、それはどうしたらいいかと皆さんも考えてください。これちょっと何か書けているようですけど、この中には、一つ書けていますけどね、そちらにあるかもしれませんけど、ではなぜ言いたいことは物理学を我々が理解できるかという問題です。で、その他に二つの要素がありまして、一つは我々が持っている、動物が持っている本能です。例えば時間とか空間とかいうものはどういうものがあるかと、私の我々の本能的に分かっていると。それから運動というもの、動くということ、それから力というもの、そういうものを我々は本能的に持っている。なぜかというと、人間は動くものだからですね。そのためにそういうものは理解することが直感的に分かっている。それから温度という温度もある。暑いとか寒いとか温度の差というのも直感的に分かるという。そういうことがあるから我々はそういうものを使うのが物理学ですから。で、それだけで物理学はそれだけじゃなくて、もう一つ数学的な言葉というのを使わなくてもいい。で、数学というのもこれは物を考えるための一つの言葉に過ぎないわけです。で、もちろんその掛け算と足し算だけじゃなくて、非常に初歩的な微分積分とかそういうものを一応使い分け慣れておれば
すべてことが含まれると。で、その微積分というのは実はこの磁気学の元祖であるニュートンが発明したもの。だからニュートンは物理学の法則を立てる。それを微分積分の方で、つまり加速度、力は加速度は力である。そういう法則を立てたわけです。両方の元素であるということができます。それで、ではもう少し先に進んで、例えば物質と存在という概念から始めます。で、物質とは何か、それを考えてください。まず一番簡単に見えるのは、目に見えるもの、そこにあるもの。だからその目に見えるということは、ただ頭の中で考えていることで、実際にそこにあるかという。ということとはまず違ったことですけれども、でも実際に存在するのは夢ではなくて本当だということは、実は自分がなくてもあることと存在するものだと考えるわけです。そういうものが落ちてやる。それでは目に見えないものは本当に存在するか、さっきも言いましたが、それが問題になります。で、昔原子とは構造というのがだんだんと分かってきた頃には、それが大問題でして、ある人は目に見えないものは存在する、存在、仮定するなんてことは馬鹿げていると、人間の意識の妄想に過ぎないと、そう言って言った、言い張った人があるわけです。そういうことが代表の論争になったわけです。そこで今しか見たように、それに対して、長岡半太郎はこれはこういう構造になっていると具体的にその構造を仮定をしたい、モデルを作ってみて、こういうものだろうと言って、実際はそうではなかったけれども、それに似たものだと。で、それは常識学というものができて初めてその本当のことが分かってきたわけですけれども、その基本的な考えは全く変わってない。ところが現代になると今度は技術が進んで電子顕微ということができまして、つまり実際にアトムの構造の一つの原子がどうなっているかというのが目で見えるようになったわけです。そうすると誰も疑わないでしょうけど、一体そのいつになったらどういう段階で原子というのが本当にあるかということを人が信じるかどうか、それがまあ面白い問題です。それから過去の存在というものがありますね。昔はこうであったと。誰も見てないのになぜそんなことを本当だと思うのか。これよく考えると大問題でして。それで過去にあったものの痕跡が今でも残ってるからそうであったろうと、まあ、みんな考えて信じるわけで。だけどそれでは例えば今の宇宙になると宇宙は138億年ですが、それくらい前に生まれたとみんなが言っていて、皆さんはそうですかと思っただけで、でもそうですかと思ったのは人が言うからそう言わないわけで、実際に私我々の感覚ではちょっと想像できない。でもそういうことを仮定すると全てのいろんなことが矛盾なく説明できるから、結局それは本当だろうと誰が思っている。結局そういうことになります。いろんなことが矛盾なく説明できるから、みんなそうだと納得する。まあ、それが、まあ、例えば物が存在するかしないかという。そ
それから、まあ、これは次の2月から物質と力の二重性とありますが、これは量子力学でいうと非常に良くないと説明が理解できないことですけど、物というものとその間の力というものは皆同じ、結局力は、物は粒子のようなことになって、それから力というのは波として使うものだと。しかし量子力学によると、どちらも波のような性格もあるし、粒子のような性質もあるという。そういうことは、この初めの原子モデルができた頃にはまだ分かってなかったんですが、現在ではそういうのが分かっている。それでは、この全体の宇宙の波のようなものか、本当も物質のものか、例えばそういう問題が出てきますけど、それが未だに完全には分かっていないと思います。そこで、さっき言いましたように、空間と時間という概念、これもいろいろ変わってきまして、つまり直感的に空間というのがある、それから数学的に空間というのがあると、その両方の我々は今物理学で使っているわけで、例えばこの世の中は三次元だと誰も思っているわけで、なぜ三次元かというと、縦と横と深さと三つの方向に物が動ける、あるいは座標を測るときには X と Y と Z、 それをすると点の位置が決められると、それが三次元で、例えば二次元ということも抽象的に考えられる。例えば地球の表面というのは二次元で、しかも無限ではなくて、地から向こうへ行っていくといつの間にかまた戻るものと、そういう空間もあると。二次元の空間も。で、しかも曲がっているわけですね。それ曲がっているということも、おもれながら直感的に理解できますけど、それは一般的に数学的に表現すると、多次元空間というのも、それは純粋に数学的な問題でして、その多次元空間という概念が、物理学でも最近使われております。なぜ使われるかというと、例えばそれ数学的に見てそういう式を書けると非常に美しく見えると、神秘的な感覚です、ね、非常に物理の式が簡単に書けて美しく見えると、それだけのことです。でもそういうことで、つまり近村はそういうものが考えられている。つまり物理学というのは単なる事実を記述するだけで、神秘的な要素が大いに加わっているということを、強調したいと思う。で、その神秘的な数学的な物差というのは、物理学を分からないと、数学的に式を分からないと、その美しさというのが理解できません。それは物理学をやっているとだんだんと理解できます。例えば今度は時間の概念、時というものはどういうものか、こういうことを考えたので、実は最近私は東大を卒業した同窓会誌というのを定期的にもらっておりますけど、つい最近もらった同窓会誌の中で時間の多様性とかそういうものを特集号でして、いろんな専門家、例えば天文学者とか歴史学者とか、いろんな人の考えがたくさんあったんで、これは大変面白かったんですけど、例えばですね、時間を守る、時間の観念、いわゆる話題になっている、この行為は何時から始まる、そういう時間の観念は江戸時代には全然なかったらしい。それである、西洋人がやってきて、その子がやってきて、日本人は時間を守らないと拒否したそうですけども、ですから時刻というものが大事になったのは、いわゆる学校ができたり、それから、鉄道ができたり、それで時間を守るということが大事になったわけで、昔はそういうことは何にもなかったらしい、必要もなかったわけです。で、それは、まあ、いわゆる時計という普通の考える時間ですけど、それ以外にいわゆる心理的な時間ですね。だから
昔私のようにその年老ってくると、何も毎日同じことを毎日繰り返して時間の年が経つのを全然あんまり感じないと、それは皆さんのような若い人たちとは全然違うわけです。時間のスケールの観念がいろいろ違うわけです。向こうで、まあ後でその例としてここにありますけど、これで例えば、北条氏とここに書いてありますけど、これは北条氏、そうですね、昔のすぐ思い出すのは、時間というのはどういうかと私が考えますと、土佐はこういうことがありますよね。これは北条記じゃなくて何ですか、北条記ですね。ゆく川の流れはたずりして、しかも元の見えてあられ。よどみに浮かぶ歌方は、かつ消え、かつ結びて、久しくとどめるためなし。結局、俺の言う時間、俺の感じの時間というのは、一つには連続であって、いつも続いている。それから絶えず変わっているということですね。連続であって変わる。それが私、我々のいわゆる心理的な時間で、もし変わることがなかったら、時間は流れても自分は気がつかない。まあ、それに対して、時間のスケールがいろいろ違うことがありまして、それを私はここで、続けなくてからは、の話をしようと思いますけれども、結局、剣岳の三分子にあるのかなんですけど、結局、山、大きなアルプスの山が、二つの山があって、二人が会話をするという、そういう偶話ですよね。それで会話するの単位は何千人というのが単位なんです。そうしないと自然のが変わらないから。ところが、それと逆に、ガロワというのは、これはフランスの18世紀、19世紀の有名な18世紀です、数学者で、非常に若くして、ティーネイジャーの時に大発見をした。それが群論というものの創始者だと言われていますけど。で、彼は結局、血気の青年でして、その頃フランス革命がある。そういうことの革命運動に、巻き込まれて、でガルフレンドの問題で決闘をした。決闘して結局20歳で癌でやられて死んだわけです。これは有名な話です。それで彼がその決闘の前にもう自分はやられるということを覚悟していた。それで今まで自分がやった仕事を書き残そうとした。ところがもう明日の朝ですから時間がない、時間がないと必死に書いてるんですね。だからそういうふうな時間、感覚というのがあります。私もそれを、まあ、しっかり経験をしたことがありますけど、例えば昔大学の先生に、例えば数学の先生でしたけれども、このガロワの大崇拝者でして、いつもガロワの話が出てくると。そしてお前たちも、私は今その頃は18歳だったと思います。25までに何かしなかったら、お前の生涯はもうダメだと、そう言われたんですね。これは大変なショックでした。だから今皆さんもそう考えてください。あなたの人生は25で終わる。もう先は何も、それまで何かしないとダメだと言われたらどう思いますか。どうでしょう。だから私も大変なショックでして、逆にそれに対する反抗が出たわけです。そういうふうに心理的な時間というのはスケールがいろいろあるということを私は
これもただお話したいと思っています。では次に戻るのは対象と非対象ということですけれども、これが私のまあいわゆるお箱ですが、仏に対する貢献の一つの一番大きなものだと思っています。これも実際には人間に直感的に分かるものでして、例えば右左対象とかそういうのでありますよね。それからもっと抽象的な対象性というのは、数学の式を立てないと分からない対象性というのがあります。でなぜ対象性というのが重要かというと、そういう対象性があると、それに伴って一つの保存則というんですか、そういうものが出てくると、それが非常に大事なことです。例えばある運動法則がありまして、物理法則があって、ニュートンの式があって、あるいは電磁の法則があって、それをあるものが現象が起こるときに、この場で起こってもいいし別のところで起こってもいいと、つまりこれをこっちに動かしても物理法則は変わらないと。じゃあそれから何が出てくると、運動方程式が、いやそうじゃなくて運動量の方程式というのは物理学であります。運動量の保存則というのがあります。それが出てくると、それからある現象がどの時間に起きても、あるいは昨日起きても明日起きても同じ法則であると、つまり時間を変えても法則が変わらない。これも運動法則、自然法則の、いろんな法則が持っている性質ですね。でそれから何が出てくるかというと、エネルギーが保存されると、そういう結果が出てくる。だからエネルギーが保存されて皆さん知ってるんですけど、これは法則が時間的によらずにいつでも成り立つということから出てくるわけです。そういう意味で保存、対象性というのは非常にも。ところがですね、ですからまあ言われていれば、自然にはいろんな法則があるけれども、それぞれの法則にはいろいろ対象性を持っていて、だから対象性に合うようなものが、何か持っているものは実理法則だと皆さんは今から考えているわけです。それで、では対象性が破れるということは何か。これは2種類ありまして、実は本当は完全に対象ではないと。ここで言えますけど、これは米人の中国の天安門ですね。これを見ると完全に左右対称に見えます。これが中国の美しさ、現実的なものは対象であると、そういう考えがもともとあったからだと思います。ところが日本ではどうか。一つの極端な例ですけれども、ここに前に使ったスライドを見ますと、これは球場の二重橋を、まあ、もじったような感じですけれども、二重橋は完全に右と左の対象ではないですよね。この方が日本では、つまりあまり対象になるとこれは美しくないと、少し偏った方が心理的に満足すると、そういう傾向があると思います。ですから私が最初に対象性の破れを問題として取り扱ったというのは、あるいは無意識に私の日本人的な感覚があったかもしれないと私は思っております。ではその対象の破れというのは実は2種類ありまして、この天安門で見ると、実はよく見るとこれは完全に対象ではないというのは、ここですけど、ここに一人一人が立っています。ですから本当に自然にこの絵は完全に対象ではないわけです。で自然界でも同じことで、大部分は非常に対象と思っているけれども、わずかに非常にわずかに
やわれている現象もある。例えば放射能のような普通にはなかなか起こらない現象の中でもそういうことが起こっている、そういうことが知れています。ですからなぜそういうものが起こっているかということは我々は理解できませんけれども、ちょうどここに人がいるように、本当の対象図では少し破れている。これが一つ物理の持っている、特別な、なぜかわからないけどそういう仕事があるということは認めざるを得ない。普通の生活にはこれは感じない。それから対象性の自発的破れ、これが私が言った、なんですけど、これはそれとは全く違ったもので、これはたくさんのものが集まると群衆心理というもので、つまり例えば皆さんこっちをみんな向いてますけれども、そうすれば運動場があって、それで子どもたちが駆け回っていると、その時はどっちで向いてもいい、あっちこっちでバラバラに向いている、どっちが向くということはないわけですけれども、ある時例えば先生が来るとみんなちゃんとこっちを向いてしまう、一斉に向いてしまう。それは自発的なやべ、たくさんのものがあって群衆心理として、まあ、簡単なことでは、一つの方に向いてしまう。しかし他の方を向いても別におかしくない。理論的には物理法則が何もそれをいけないということは何もならない。それでは自然界にそういうものがあったとして、実は自然界に他のものに向いたものがあっても、理論的にはあっても良いはずだということはなぜ言えるか。自然界を見ると、例えばそういうことが起こっているから、なぜそういうことが言えるかということになりますけど、その一つの表れとして、例えばこの群衆の人とこの人がみんながこっちを向いているけど横を向いても同じこと、だから誰か一人こっちを向くとみんなそれに伝えて向こうを向かい、そうするとこっちを向いたりこっちを向いたりすると、でこういうものができるとそれが一つの波として伝わっている。そういうものがあるから対象性が自発的に破れたなということの一つの証拠になるわけです。でそういうことを実際のいろんな物理学の現象の中に応用したのが私のようなです。それで最後になりますけど、時間と空間の有限性ということになります。結局私の言うことは、自然界に無限大というものは存在しないという。これは50年前まではそうじゃなかったんです。つまり宇宙というのは無限に広がっている、時間というのは永遠に続いていると、無限の曲が始まって、そういうものがそれ信念だ、物理学者の。ところがそれが逆になって、宇宙は大きな有限のもので、しかも始めがあると。で、しかもだんだん大きくて変化していると。そういうことは50年前では誰も考えなかったことですから、実験的な証拠から、みんなそういう実験と理論の両方があるんですけど、そういうことになってしまって。だから皆さんはそういうことを聞かれて、恐れられて、そうかと思ってしまうかというと、そこまで至るためには、いろんな大変な努力が必要だった。それで例えば宇宙の現在の年齢は137、最近の数によると138に変わったそうですけれども、大体それくらい、つまり、137億年ですから10の10乗年ですか、それくらいまで。でそうすると我々の考えの時間の関連と想像できないと思います。まだ1年とか2年とか何日とかいうのを我々の直感的な感覚で大体分かりますけど、2000年となると一体どうなるか。日本の歴史は1700年から始まったといっても、一体日本に我々の感覚でそれが理解できるか。ましてや137億年といっても
それはそうかと考えるだけで、実際その感覚はなかなかわからないですけど、まあ一番簡単に言うと、例えば2000年前っていうのは、これを自分の感覚で想像しようとすると、一番簡単なのは、2000年前から我々は何代目の人間であるかということを考えることです。10代か100代か1000代か。そうすると大体、これは皆さんが考えるだけでできることでありますけど、言いませんけれども、大体感覚ができるかもしれないけど、何億年、何百億年となると、到底なかなか想像できない。でもこれはただ物理学の理論としてそういう答えが出ると。そうすれば全ての今の現在が満足に矛盾なく説明できるから、そうであったと物理学者は言うわけで、皆さんはそうかと聞き取るだけだ。それでもう少しまた説明学の話なんですけど、つまり宇宙の構造における現象というのは、あったって宇宙の現象が先にあって、それを説明するための理論というのが存在するのか、つまり宇宙の原子を、まあ、これコンピューターの言語で言うとデジタルの表現をするというのが理論なのか、あるいは逆に理論が先にあって宇宙にあって、それをアナログで表現した自然界がそうなのか、一体どちらが先だ、そういう哲学的な問題があります。そして力のようには有限であるということを言うと、例えば理論全体が長い間本当に変わらないのか、そういう問題があります。さっき言いましたように、エネルギーの保存則というのは時間が動かしても変わらないという、その運動方程式のそういう性質から出てきているわけで、しかし時間が有限であって、初めがあるとすると、そういうことはなくなってしまう。そしたらエネルギーの保存さがどうなるのか、そういうことを考えなくちゃいけない。で、実際物理学者では物理の法則が本当に変わらないかということ自体を今調べている人がたくさんいます。例えばさっき言いました微細構造というのは137分の1ですけど、それがいろんな原子のスペクトルの中に入ってくるわけですけど、一体原子のスペクトルが本当に昔と今と変わらないのか、昔遠くから来た星から来る光が何百年も何千年もかかってやってくるんですが、このスペクトルを見て今のスペクトルってどれだけ違うか、そういうことを一生かけて調べている人がいます。でそれはまあ物理学のようにとても非常に精密なことを調べることが大事なことで、例えばそういう微細構造というのは10の何桁まで、10の何桁ですか、微細構造に近いものはいろんな量がありますけど、10の何桁まで書かれているか、そして理論的に計算すると本当に10の何桁まで、10の12桁ですか、あるかどうか、そういうことを一緒に研究しております。それと逆に物理学者はもっと大げさなこともいつでも頭に入れて、頭で暗算して、さっきの言いましたようにいろんな定数だけをやって、どんなものでも大体大げさな答えが出ると、それで満足して何でも大体理解できると、それで満足するのが我々の日常、物理学者の日常です。そこで最後になりますけれども、少し動きを変えてまた繰り出しに戻ってですね、日本の過去と現在がどれだけ変わるか、変わってきたかということについてちょっとお話したいと思います。これは皆さんご存知だと思いますけど、ちょうど戦争の終わった後ですね、出版された、菊と刀というこういう本です。これは岩波文庫か何か文庫版で出てますから、ありますし、ここにあるものはみんな、インターネットで調べれば大体解説とかそれに対する批判とかそういうものありますから、これをぜひまず読んでください。その方が非常に簡単です。
Google で調べたら何でも出てきます。それでルース・ベネディクトという人は雲海人類学者という、まあ、女の人で、その弟子がマーガレット・ミールというまた女の人で、どちらも有名になった人ですけど、なぜこういう人が何をやったかといいますと、ちょうどアメリカ連合軍が大体戦争が勝つだろうということが分かってきて、それで勝ったと、あ、それでどうするか、それが問題になって、それを研究するための学者の、集まりがありまして、例えばまずヨーロッパですけども、ヨーロッパで、ドイツが負け、フランスが解放される、いろんなバルカンの国が解放される、その時に各国民性にあってというような処置をして、国を復興させることが大事だと。そのために文化関連者に頼んで研究会を開いたらしいです。でその一人がベネディクトです。でそれが大体ヨーロッパが終わったと、今度は太平洋の方にも出まして、日本がそのうちに負けるだろうか、負けたときに日本をどうしようか、そういう問題が起きた。それでまたベネディクトが実はそれに頼まれまして、それに対する答えですか、提案を、群門に出したわけです。で文化伝流学者というのは実はつまりもともとはいろんな向かいの伝属とかそういうものの習慣とかものを調べるためにその部族の中に一緒に住み込んで、それで、生活とか文化とかいうものを研究する、そういう立場だったらしいけど、この時にはベネディクトは実は日本には一度も行ったことがないで、ただいろんな日本人の、このアメリカにいた日本人とか、捕虜になった日本人とか、そういうものをインタビューして、それで日本のことを調べた。で、実に驚くことには、あれだけよく日本で帰ってきたというのは、実に驚くべきです。それからその前になりますけど、コネに関することで、これは明治時代ですけども、磯部稲造という先生がいて、これはアメリカに渡って、アメリカで武士道という本を書きました。これは英語で書いたわけです。で、キクトカサの英語ですけど、これは翻訳ができている。で、これは皆さんがちょっと読んで考えたいと思いますけども、つまり日本人の生活というのが、日本人の構造、いわゆる思考パターンというんですか、そういうものについての、まあ、一般的な理論があります。で、なるほどこれを言うと、なるほどそうだと思います。どちらがいいとか悪いところの落ちとして、つまり西洋と東洋との考えがどれだけ違うか、表面的にわからないからもしれないけど、こういうことをこれから皆さんが世界的に世界的な世界の一国として、やっていくためには必ず知っていく必要があると思います。で、一口に言うとですね、彼が言うには、ボゼネフというのは、日本人は全ての行動をするときに他の人がどう思うかということをまず第一に考えて、それにつけて自分の行動を決める。確かにそうだと思います。それでアメリカではどうかと、いわゆるキリスト教とか何かを信じるとか、これは神がどうあるべきかということをやはり面倒していると。だからその神の掟に従って自分の行動を決めると。一口に言ってその違いがあると思います。で、これはいろんなことに、例えば日本人が変わりやすいということは非常にいいことでもあるけれども、つまりこれは何かというと、人がそうするからみんなそうすると。戦争時代には軍事で、みんなを引きずっていた。ところがガラッと変わって民主主義がいいと言われるからみんなガラッと変わってしまった。それでは将来はどうなるか、また変わりうるかもしれません。そういうことを皆さんが一応頭に置いておくべきだと私は思っております。それで長くなりましたけど、私の講演はこれで終わることにいたします。どうもありがとうございました。